午前5時、ローマ郊外、14時間経過。まだ眠い？ごめんね。本当はもっとゆっくり寝かせてあげたかったんだけど、どうやら奴ら俺たちに正面から挑んでもかなわないと思ったみたいでね。この広いローマのどこかに爆弾を仕掛けたらしい。爆発予告時刻は明日の15時、あと35時間後。それまでに君を差し出さなければ一般市民が巻き添えってわけだ。素人を巻き込むなんてイカれた話だよ。おう、もちろん君を引き渡したりはしないよ。大丈夫、爆弾なら詳しい人が仲間内にいるんだ。見つけたらすぐ解体できる。見つけられなくても奴らの一人でも捕まえればありかを吐かせるよ。ただ確実にローマがごたつく。だから俺たちは逃げよう。万が一に備えて君を安全な場所へ連れ出すよ。しばらくは二人っきりだね。どうしたの？立ち止まってちゃダメだよ。連中に感づかれる前に移動しないと。どうして俺から逃げるの？いい子だから一緒においで。怯えなくても大丈夫だよ。何があっても俺がそばにいてあげるから。お嬢さん、ひょっとして俺を怖がってるの？空気の読めない奴らだな。囲まれちゃったね。ちょっと出発するのが遅かったかな。そばに来てまた抱え上げるから、合図したら俺に抱きついて。こっちは丸腰なのに銃を向けるなんて随分だな。お嬢さんを渡せって嫌だと言ったら、そんな威嚇で脅したつもりか。俺は蜂の巣にされたって彼女を守るし、必ずお前たちをズタズタにする。撃ちたいなら撃ってみろよ。ほら、ビーンズの缶詰を開けるより簡単だろ。なんでおじけづいてるんだ？お嬢さん、こっち行くよ。かまっ、あと一人。やられた。さすがに全部避けるなんて映画みたいなことできないか。平気、血は出てるけど軽傷だよ。それより君は大丈夫だったよね。よかった。また君に傷が増えたらどうしようかと思った。ん？顔が真っ青だよ。
どうしたのさ。え、ちょ、それ君のハンカチ。包帯代わりなんてもったいないよ。ダメだって、触ったら血がついてしまう。手当てなんていらないよ。君が汚れるくらいなら。心配しなくても俺は大丈夫だよ。どうなろうとも、なんなら死んだっていいんだ。君さえ守れればそれで。なんで怒ってるの。冗談で言ってるんじゃない、本心だ。誰にも、俺自身にも、君を汚されたくないんだよ。俺の命よりよっぽど大切なことなんだ。君は俺の憧れだから。ずっとね、君を見ていた。幼い頃からずっと、毎日死体ばかりに触れる生活で、君だけが眩しいくらい綺麗な存在だった。知らない？俺の仕事、清掃や死体回収とか、裏切り者の始末なんかを受け持ってる仕事、組織の中ではハイエナって呼ばれてる。誰もが忌み嫌う仕事だよ、組織の人間でさえも。俺をまともな目で見るやつなんかいない。でも君は突然引っ越してきた俺にも優しく笑いかけてくれたよね。嬉しかった。それから毎日のように君に顔を見せるようになった。いつだって君は笑いかけてくれた。どんなにこの手が汚れても、君だけは変わらず綺麗なままだった。君を監視していたのはもちろん任務だった。でもそれだけじゃなくて、守りたかったんだよ。俺が絶対に手に入れられない幸せそうな日常を。君の命を狙う者は排除する。君の身が傷つけられることがないよう監視する。それが俺の役目、俺の人生。君という存在は俺の全てなんだ。どうしたの？そんな顔して。そうだよ、俺は君を守るためにそばにいる。ずっとそう言ってたじゃないか。ひょっとして信じてもらえてなかった？だから怖がってたの？
俺のこと。車が来る。あいつらの仲間だ。ハエよりも立ちが悪いな。追い払ってもキリがない。あれだけの人数どこからかき集めるんだ。俺がやるしかないか。どうしたのお嬢さん。ダメって言われてもじっとしてたって見つかるだけだよ。え？車を奪って逃げるってこと？さっきの奴らが乗ってきた車に？俺と一緒に来てくれるの？いいの？だって…言ってる場合じゃないか。わかった。行こう。こんなところで立ち止まっていられない。よし、走らせるよ。